劇場の売店で売ってるサンドイッチって結構美味しいよね。具が日替わりで飽きないし。考えてたらお腹が空いちゃったな。買いに行こうかな。あ、いけない！プロデューサーさんを探してたんだった！何か食べるのは用事が終わった後にしようっと。あ、プロデューサーさん！よかった、やっと会えました。はい、社長さんからプロデューサーさんにお話があるそうですよ。きっといいお話だと思いますよ。社長さん、なんだか楽しそうでしたから。それじゃ、プロデューサーさん、いってらっしゃい。はあ、お疲れ様です、プロデューサーさん。社長がお待ちかねですよ。うん、待ちかねたよ、君。今日は君に伝えなければいけないことがある。おお、察しがいいじゃないか。そう、福田のり子くんたちの話だよ。そう、今日は君にまた新たなユニットを託したいと思ってね。そうだろ？よかっただろ？君ならそう言ってくれると信じていたよ。ユニットのメンバーは天海遥君、松田ありさ君、周防桃子君、福田のり子くん、横山直くんの5名だ。そしてリーダーは天海くんに一任しようと思う。彼女なら適任だろうからね。はるかちゃん、最近ぐっと大人っぽくなりましたよね。今回も素敵なユニットになりそうです。彼女たちならばプロデュース次第でこれまで以上に素晴らしいユニットになるだろうと思っているわけだが、どうかね？引き受けてくれるかね？いい返事だ。今回も一つよろしく頼むよ。ちなみに社長、確かユニット名はもうお決まりなんでしたよね。うん、リコッタという名前にしようと思う。どうだね、いい響きだろう。はるかちゃんがお菓子作りに使っていたチーズの名前からつけたんだそうです。うん、はっけよいリコッタなんてね。社長、それは残ったですよ。お、あれ面白くなかったかね。会心のギャグだったんだが。なんだか
早く目が覚めちゃって。今日って新しいお仕事のお話なんですよね。へえ、お兄ちゃん、ママ子より先に来てるなんて偉いじゃない。これなら少しは褒めてあげても。あ、天海遥香さん。ももこちゃん、今回はももこちゃんとも一緒のお仕事なのかな。よろしくね。よろしくお願いします。敬語じゃなくていいよ、同じシアターの仲間だもんね。でも一応事務所の先輩だし。ああ、でもほら、ももこちゃんの方が芸能界では先輩だよ。ですよね、プロデューサーさん。もうお兄ちゃんは甘いんだから、そんなんじゃ厳しい芸能界じゃ。おはよう。はるかにももこ、もう来てたんだね。プロデューサーさん、おはようございます。って、ももこに説教されてるの？何したん？うへー、遅刻遅刻。よかったです。パンを加えて走るのって意外と難しいものなんですね。ももこちゃんも気をつけた方がいいですよ。え、ももこそんなことしないし。あ、これで全員揃ったんじゃないですか、プロデューサーさん。この5人でユニット？ユニットってこの前のクレシェンドブルーとか乙女ストームみたいな？だよねだよね。どうしよう、私武者震いしてきた。ユニット、つまりそれはアリサがハルカさんと同じユニットに。ももこちゃん、アリサのほっぺギュッとつねってください。え、嫌だけど。だってアリサとあのハルカさんが同じユニットだなんて夢だとしか思えませんよ。そんなに変かな。私はアリサちゃんたちとユニットが組めるのとっても嬉しいんだけど。ひえ、変とかじゃなくてですね、アリサさん、一人で勝手に盛り上がらないで。お仕事なんだからちゃんとして。はい、すみません。まあそわそわしちゃう気持ちもわかるけどね。はるかの隣で歌うことになるなんて思ってもみなかったし。せやな、私もなんや今から緊張してきたわ。気合入れていかんとな。プロデューサーさん、このユニットのリーダーはやっぱり。へえ、リコッタって言うんですね。かわいいな。え、私がリーダーですか？何言ってんの、はるかしかいないって。ボケられたらどないしようかと思ってたけど、一安心やな。じゃあはるかさん、よろしくお願いします。よろしくね。よろしくお願いします、よろしくお願いします。
でもありがとうみんな。私みんなをぐいぐい引っ張ってみたいなのはあんまり得意じゃないから、お互いに助け合って笑い合って進めるようなそんなリコッタにみんなでなろうね。はい。This commute was a Patreon request. You can request event commutes by supporting us on Patreon and choosing the $6 plan. And after your request gets posted, you're able to request another commute. Yatta! Patreon support is extremely important in order to help us affording these translations. So please consider supporting us, even if it's the $2 plan, which grants you the ability to vote on monthly polls related to story commutes. Thank you. まだ来てないみたい。お兄ちゃん、どういうこと？うわぁ！遅刻遅刻！アリサ、全力で走りましたから時間にはギリギリ間に合いました。ピース！ピースじゃないよ、アリサさん。全然間に合ってないし、レッスンの5分前には着替え終わって待機してるのが常識でしょ。返す言葉もないです。ごめんなさい、ももこちゃん。謝るならももこにじゃなくてみんなにだよ。はるかさんだって予定を合わせてくれてるんだから。大丈夫だよ、ももこちゃん、アリサちゃん。私も今日のお仕事はこのレッスンだけだから。ルカさん、女神様みたいな優しさです。ありがとよ、ありがとよ。でもはるかさんは忙しいのに。はい、アリサ、次は気をつけます。それじゃあ着替えてきます。お兄ちゃんは甘いんだから。甘やかされて困るのはアリサさんなんだからね。はるかさん、ナオさん、のりこさん、ももこたちは先に準備始めてよ。お兄ちゃんは音楽の用意。ももこちゃん頼もしいな。それじゃあみんな軽く体ほぐしてこっか。せやな、プロデューサーさん、音楽待ってますね。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、あれ、あかん、また間違えてしもた。もう、ナオさん、そこ間違うの3回目だよ。できないとこだけ反復練習してちゃんと覚えて。わかりました。しっかりしなよ、なお。のりこさんもそこの振り間違ってるよ。ちゃんと鏡を見てメンバーと合わせて。え、本当に？うわ、全然気づいてなかったよ。ありがとう、ももこ。当然だよ、ももこはみんなより業界では先輩だからね。はるかさんはもしかしてあんまり体力ない？曲の後半バテちゃってるよね。あ、気づかれちゃった。ももこちゃん本当にすごいかも。そうなの、今の課題なんだ。
もっと体力つけないとって。アリサさんは…は、はい！ダンスも歌もヘロヘロで見てられないよ。もっと気合い入れて。頑張ります！まったくもう、そんなんじゃライブ乗り切れないよ。はい、もう一度最初からね。ももこめっちゃやる気やな。いつもよりダメ出しが厳しいんちゃう？それはみんながだらしないからだよ。先輩のももこが指導するのは当然でしょ。それにももこどうしても成功させたいんだもん。リコッタはももこたち5人のユニットなんだから。何よ、おかしい？いや、ももこは私たちやリコッタのことすっごく大事に思ってくれてるんだなって。別にそういうわけじゃないよ。ただちゃんとやってほしいだけ。うんうん、せやな。ほんま可愛いな、ももこは。こいつ撫でてやる。おりゃやめてよ、のりこさん。ももこは先輩だって言ってるでしょ。照れてるももこちゃん先輩のベストショットをいただきましたよ。アリサさん、ふざけないで。あと変な呼び方しないで。ねえねえ、ももこちゃん、リコッタのレッスンの指導係お願いしちゃってもいいかな？え、そういうのはリーダーのはるかさんがやってくれるものじゃないの？私はお仕事の都合でみんなとの練習に参加できない日もありそうなんだ。だからももこちゃんに任せたいんだけど、プロデューサーさんいいと思いませんか？私もいいと思うけどな。ももこの言うことやったら、なんや、素直に聞けるしな。アリサも賛成です。うん、みんなやはるかさんがいいならやるよ。みんな遠慮しないで、ももこに何でも聞いてね。ありがとう、ももこちゃん。それじゃ、改めてよろしくお願いします。はいはいはい、アリサ、早速質問です。何、アリサさん。ももこちゃん先輩の休日の過ごし方を教えてください。え、休日の過ごし方って、この前のオフはイクとタマキが一緒に遊ぼうって。って、そうじゃないでしょ。レッスンの質問なんだから真面目にやって。なるほどなるほど、イクちゃんとタマキちゃんと。これはなかなか重要な情報ですよ。Thank you.
子がいたらアウト判定やで。のーちゃん、どうかももこちゃん先輩には言わないでください。うん、はるかやももこがいなくてもしっかりレッスンしないとね。それじゃあ二人ともいくよ、レッスンスタートだ。今晩のことプロデューサーさんに聞かんでええの？あ、そうだった。アリサ、プロデューサー、今日の夜って何か予定ある？プロレスのチケットが余っててさ、よかったら一緒に行かない？え、プロレスですか？私の好きな団体の試合、友達と見に行く予定だったんだけど都合が悪くなっちゃって。でもせっかくの試合だから空席は作りたくないし、助けると思ってお願い。よっしゃ決まり。アリサはどうする？お客さんを煽るとことかめっちゃ真似したいわ。わかってますって。なあなあ、今日はこの後どうするん？せっかくやし、なんか食べてかへん？賛成。何がいいかな。あ、プロデューサーは食べたいものある？そっか、プロデューサーお仕事大変だね。でも今度は絶対付き合ってよ。しようと思って、そしたらあっという間に時間が。ムフフ、アリサ、アイドルちゃんの写真撮影に関してはかなり自信がありますから。こういうのはアルバムにするまでがお仕事なんですよ。アリサの宝物、特別に公開しちゃいますね。
この写真とか見てください。のりこちゃんのボケに反応するなおちゃんの貴重なツッコミシーン。それは踏み台の上からアリサを叱るももこちゃん先輩です。とってもキュートです。そしてこちらが激レア、偶然にもはるかさんが転ぶ瞬間をこまくり連写した写真です。あ、プロデューサーさん、本当ですか？アリサの写真役に立ちそうですか？プロデューサーさん、あのですね、アリサ、今まであんまりその お友達が言いたことがなくてですね。アリサ、昔からずっとアイドルちゃんが好きでちょっと変わってましたから。でもでも、シアターのみんなは優しくて、アリサ、とっても感激してるんです。特にリコッタのみんなはいつもたくさんアリサを気にかけてくれて。なので、アリサは、みんなの役に立ちたいです。そしたらアリサは、アリサもリコッタのメンバーなんだって胸を張って言える気がするので。おはよう、お兄ちゃん。この前のレッスン、お仕事でお休みしちゃったから、桃子、みんなよりちょっと遅れ気味だし。桃子はリコッタの指導係なんだもん。みんなの中で一番上手じゃないとね。お兄ちゃん、桃子たちはプロなんだから、これくらい頑張るのは当然でしょ。リコッタのみんなだって、桃子を頼ってるんだし、5人でお客さんにすごいステージを見せなくちゃ。うん、プロデューサーさん、桃子、おはようさん。今日のレッスンも気合い入れていくよ。確か、はるかが遅れて合流だったよね。はるかさんは忙しいからね。それで、アリサさんは…おお、おはようございます。ま、間に合いました。ちょっとアリサさん、また着替えもしないで。全然間に合ってないよ。桃子、前にも言ったよね、レッスンの時間ぴったりに来たら
着替えと準備の時間分遅刻だって。だからアリサさんは遅刻、罰としてレッスンには参加させないよ。そんな、あー、ももこ、それはちょっと厳しくない？せやで、ももこ、アリサかて前よりはだいぶ。のりこさんとナオさんは黙ってて、ももこはアリサさんと話してるの。事情？アリサさん、そうなの？あ、はい。あの、ももこちゃん先輩、また遅刻しちゃって本当にごめんなさい。アリサ、実はこれを作ってて、あの、ももこちゃんにも見てほしいんです。え？な、何？なおちゃんものりこちゃんも見てください。これぞアリサデータベースです。どれどれ？これって私たちの練習風景の写真？うわぁ、ものすごい量やん。これ、もしかしてメンバーごとにまとめてあるん？はい！でも、それだけじゃないんですよ。曲とダンスごとにも分けてあるんです。これなら振り付けやフォーメーションで不安なところをバッチリおさらいできちゃいます。すごい、何これ？本当だ、すごいよこの写真。あ、そうそう、私ここ苦手なんだよね。なあももこ、早速やけどこの写真参考にして練習してみひん？もしかしてアリサさん、これを作ってて今日遅くなったの？実はそうなんです。アリサ、これを作るためにちょっぴり徹夜しちゃって。何それ、そんなの聞いてないよ。ももこちゃん先輩、アリサさん、確かにこの写真はすごいけど遅刻はダメだってももこ言ったよね。それに徹夜するなんて、プロなんだから体調管理はちゃんとしなきゃダメじゃない。だいたい指導係はももこなんだよ。アリサさんの写真を参考にとか、こういうこと勝手にされたら。ももこちゃん、ももこだってレッスン遅れてるのに、ますます追いつけなくなっちゃうよ。え？もう二度とこんな勝手なことしないで！ももこ！ももこ、それはあかんて！大丈夫です。遅刻したのはアリサが悪いので。あの、アリサ、レッスンウェアに着替えてきますね。あれ、アリサちゃん？早くお仕事が終わったんです。それより今アリサちゃんが、みんな、何があったのかはわからないけど、と
りあえず甘いものでも食べて元気出そっか。ほらライブ本番も近いんだしね。まずは顔を上げてはい。これはマドレーヌ。お腹が減ってると怒りっぽくなっちゃうよねはい、ももこちゃんにも。せやな、これ食べて気合い入れ直すわ。ありがとうな、はるか。よっしゃ、気持ち切り替えていくよ。あの、プロデューサーさん、私ちょっとだけ行ってきますね。はい。ふう、アリサ、またももこちゃん先輩を怒らせてしまいました。アイドルになって初めてお友達がたくさんできて、ピコッタのみんなとも仲良くなれたと思ったのに、アリサ空気が読めなくて余計なことばっかりしちゃってるみたいです。そうかな。でも私はそんなアリサちゃんが好きだけどな。はるかさん、それにプロデューサーさんも。きっとみんなもそう言うと思うよ。今のアリサちゃんのことが大好きだって。はるかさん、アリサもはるかさんやみんなのことは大好きです。けどももこちゃん先輩はきっとアリサのこと嫌いになっちゃったと思います。アリサ、ももこちゃんにいっぱい注意してもらったのに、ダメダメなことばっかりしちゃったから。ももこちゃんだってアリサちゃんのこと嫌いなわけじゃないと思うけどな。それに本当に嫌いだったら心配で探しに来たりしないよねえ。私は向こう側を探します。みんなまた後でね。さてと、ほらももこ、私らも行こか。そんなこと言われても、ももこが言ったらアリサさんは。こら、ももこ、アリサのこと人任せにしていいの？でも何？言っておくけど、私は言い訳は聞かないからね。諦めるんはまだ早いんとちゃうかな。今なら間に合うし、一緒に行こうな。劇場内しか探してへんけどな。ももこちゃん先輩、それに奈緒ちゃん、のりこちゃんも。
ほら桃子、アリサに何か言うことがあるんでしょ。うん、あ、アリサさん。は、はい。さっきは桃子も言い過ぎたかも。ごめんなさい。そんな謝らないでください。アリサが勝手なことばかりしてたのがダメなんですから。うん、アリサさんのそういうところ本当にダメだと思うよ。ぐさっ。でもそれって桃子たちのリコッタのためにしてくれたことなんだよね。桃子、それが分かったから。だから桃子ちゃん、桃子、アリサさんが作ってきたアルバム見て本当にびっくりしちゃった。あんなこと桃子にはできないし、桃子は指導係なのに練習遅れちゃってるし。だからすごく不安になって、それでいいんですよ。桃子ちゃん、アリサは少しでも桃子ちゃんのお手伝いができたらと思っただけで。そんなのアリサさんのくせに生意気だよ。ぐはっ。アリサが着実にダメージを受け取るわ。うん、なんかすごいね、桃子って。それだけ仲良しってことじゃないかな。でもアリサさんはアリサさんで頑張ってくれたんだよね。なのにごめんなさい。アリサさんのこと少しならその認めてあげてもいいよ。桃子ちゃん先輩、キュンとくるお言葉いただきました。違うんです、アリサはその、もういいよ、分かってるってば。これからも一緒にレッスン頑張ろうね。はい。桃子ちゃん、一つ聞いてもいいですか。いいよ。何？桃子ちゃんはアリサのことを好きですか。は、別に好きとかじゃないよ。普通。大丈夫だよ、アリサちゃん、これからもっと仲良くなれるって意味。そうだよね、桃子ちゃん。はるかさん、アリサは、桃子ちゃん先輩。アリサさん、くっつかないで。いやー、よかったよかった。二人とも素直になったみたいだね。まあ、一人は最初からずーっと素直になっとった気もするけどな。やだな、プロデューサー。あたしたちは別に何もしてないって。私らはただ桃子連れてきただけやもんな。いい？アリサさん、これからレッスンの15分前には
ちゃんと事務所に来てよね。あと、撮ってくれた写真は参考になると思うから、この後のレッスンに使わせてもらうね。はい！アリサ、もっともっと撮りますよ！もうそうじゃなくって、アリサさんはレッスンに集中すること。そんな、私だって何もできませんでした。でも、これってきっと、みんながちょっとずつ頑張ってくれたおかげだって思います。それじゃあみんな、リコッタのレッスン、始めよっか。15分早く伝えておくっていう。じゃあ伝えてなかったのにちゃんと来たんだね、アリサさん。それならそれでいいけど。うん、ママ子もちょっとそう思うかな。アリサさんのこと少し見直したかも。それじゃあ今日はレッスンの前に、アリサさん、例のアルバムをお願い。はい、ももこちゃん先輩。それでは、アリサ秘蔵のリコッタメモリアルスペシャル、心ゆくまで鑑賞しちゃってくださいね。勘違いしないでね。アルバムを見るのはダンスの動きを確認するためなんだから。はい、もちろんです。それではレッスン中の写真から見ていきましょう。まず開始の移動ですが、順番を少し変えた方が観客席からの見栄えがいいかもです。今のままだとももこちゃん先輩の姿がちょっぴり隠れちゃうんです。もったいない。次はここです。記念写真を撮ってるみたいにみんなでピースしてみるのはどうですかね。はあ、曲のテーマにも合ってるし面白そう。みんなで自分らしいポーズを撮るといいかも。アリサさん。は、はい。ももこちゃん、アリサまた調子に乗っちゃってましたか。ううん、そうじゃなくて、アリサさんのアドバイス結構参考になったよ。もっと聞きたいかも。ももこちゃん先輩。はい、もちろんです。喜んで。ねえアリサちゃん、このカメラって動画も撮れたりするのかな。もちろんです。フルハイビジョンでアイドルちゃんのどんな動きも見逃しません。じゃあ私たちのダンスレッスン、今度は動画で撮ってみない？お、いいね。
えたところもすぐ確かめられるしね。せやけど、アリサのカメラやろ。アリサが抜けるとフォーメーションが。大丈夫です。アリサは踊りながら撮りますから。そうだよ、アリサさんが一番できてないんだから、一番映らなきゃダメなんじゃないの。はっ、確かにそうでした。プロデューサーさんがカメラマンなら余計に気合い入りそうやな。じゃあよろしくね、プロデューサー。今のは結構いい感じだったんじゃない。プロデューサー、映像見せて。サビ前のとこ等間隔で動くのが難しいね。瑠璃子ちゃん、歩幅を小さめに意識するといいかも。おお、なるほど。ってナオはいくらなんでも小さすぎない。桃子ちゃん先輩、仮装のとこアリサとポジション交代しませんか。アリサが前やと大きい振りのとこで桃子が隠れるな。変わった方がええんちゃう。そうだね、ステージで踏み台は使えないし。わかった、アリサさんの言う通りにするよ。ありがとう、アリサさん。桃子のことを考えてくれて。桃子ちゃん先輩のありがとういただいちゃいました。もうからかわないで、アリサさんのそういうところ嫌い。ごめんなさい桃子ちゃん、アリサを嫌わないでくれで。どうしようかな。いけすやな。お兄ちゃん、何ニヤニヤしてるの。気持ち悪いんだけど。みんな、もう一本頭からね。それじゃあ改めて、リコッタファイト。あみんなで重ねていたら
ランチの目玉といえばジェットコースターでしょ。一番激しいやつ3回は乗りたいよね。私はお化け屋敷行ってみたいわ。ここのめっちゃ怖いやって。私は何がいいかな。あ、そうそう、お弁当作ってきたから後でみんなで食べようね。はるかさんの手作り弁当？そんなお宝じゃないですか。食べるなんてそんなもったいない。アリさん、保存して帰ります。傷んじゃうから食べてね。え、別に桃子観覧車に乗りたいなんて言って。よし、決まりや決まり。最初のアトラクションは観覧車に決定。そっか、桃子が行きたいならそうしよっか。なんたって指導係として一番頑張ってたんだしね。もう、ナオさん、のりこさん、桃子、行きたいなんて言ってないのに。あ、この観覧車定員2名だって。みんなどうしよう。じゃあ組分け決めよう。プロデューサー入れてちょうど6人だしね。じゃあ私はのりこでええわ。ほら、のりこでいいって何？失礼な。桃子は遥かさんと行くから、アリサさん、お兄ちゃんと乗ってきたら。え、アリサがプロデューサーさんと？それじゃあお兄ちゃん、アリサさんのことよろしくね。
じゃあ私は飲み物を買ってこようかな。なお、行くよ。任せて。みんなの好みも分かってるし、ええ感じの飲みも買うてくるわ。いいから、プロデューサーはここにいてね。それじゃあ、行ってきます。桃子は、何したらいい？桃子はプロデューサーとここで待ってて。みんなが戻ってきた時、誰もいなかったら困るでしょ。わかった。じゃあみんな、行ってらっしゃい。楽しかったよ。はるかさんにアイドルの仕事の話をたくさん聞いたよ。だからももこもいろいろ話したんだ。役作りのこととか、リコッタのみんなのこととか。ねえお兄ちゃん、観覧車に乗るとき、どうしてももこがアリサさんと乗ってって言ったかわかる？桃子ね、あの時本当は桃子がアリサさんと一緒に乗りたいって言うつもりだったの。うん、桃子リコッタのレッスンでアリサさんに迷惑かけたから、二人きりで話したかったんだ。でもいざ言おうと思ったらうまく言えなくて。ごめんね、お兄ちゃん。え？そうかな。でも、アリサさんは、桃子と二人になんて、なりたくないかも。もちろんですよ。アリサ、どこまでもお付き合いして。